より会議を開きます。議長笹川博義君、議案調停に関する緊急動議を提出いたします。平成28年度一般会計補正予算第2号、平成28年度特別会計補正予算特第2号、平成28年度政府関係機関補正予算期第1号右3案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。笹川は広義君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。平成28年度一般会計補正予算第2号、平成28年度特別会計補正予算特第2号、平成28年度政府関係機関補正予算期第1号、右3案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。予算委員長浜田靖一君。ただいま議題となりました平成28年度一般会計補正予算第2号ほか2案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず補正予算3案の概要について申し上げます。一般会計補正予算については歳出において未来への投資を実現する経済対策を実施するために必要な経費を計上する一方、既定経費の減額を行うこととしております。また歳入において前年度剰余金の受け入れや公債金の増額を行うこととしております。これらの結果、平成28年度一般会計予算の総額は歳入歳出ともに第一次補正後予算から3兆2869億円増加し100兆87億円となります。特別会計予算については財政投融資系特別会計、東日本大震災復興特別会計など8特別会計において所要の補正を行うこととしております。政府関係機関予算については沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策金融公庫において所要の補正を行うこととしております。なお財政投融資計画については株式会社日本政策金融公庫等13機関に対し総額3兆6022億円の追加を行うこととしております。この補正予算3案は去る9月26日本委員会に付託され、29日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、翌30日から質疑に入り、基本的質疑集中審議を行い、慎重に審査を重ね、本日締めくくり質疑を行いました。審査においては今回の補正予算に対する評価、安倍内閣経済財政政策、年金積立金の運用、輸入米の売買同時契約方式の問題点、南スーダン共和国への PKO 要員派遣問題、憲法改正問題などについて熱心に質疑が行われました。質疑の詳細は会議録によりご承知願いたいと存じます。本日質疑を終局し、討論採決を行いました結果、平成28年度補正予算3案は賛成多数をもっていずれも議案のとおり可決すべきものと決しました。以上ご報告申し上げます。3案につき討論の通告があります。順次これを許します。小山信弘君。
民進党無所属クラブの小山信弘です。民進党無所属クラブを代表してただいま議題となりました政府提出の平成28年度第2次補正予算に対し反対の立場から討論を行います。審議を通じて安倍政権のさまざまな問題点が明らかになっております。まず政府与党が今国会で成立を強行しようとしている年金改革法案は、賃金が下がった場合には物価が上がっても年金がカットされることが明らかになりました。我が党の伊坂議員の試算によれば、10年間で 5% もの大幅な減額になる可能性があり、それにもかかわらず法改正による年金額への影響も示されない極めて無責任な年金カット法案であります。また安倍政権が検討している要介護1、2の生活援助サービスの全額自己負担化は、介護離職を増やし女性活躍推進に逆行することは明白であります。一体何が介護離職ゼロを目指すでしょうか。加えて安倍政権が今国会で成立を目指す残業代ゼロ法案は、安倍政権の働き方改革のお題目とは真逆の長時間労働を助長する労働基準法の改悪そのものであり、現行不一致は甚だしい。安倍総理、あなたがやっていることは国民生活の破壊以外何者でもありません。今後アベノミクスを生活破壊のミクスとでも名前を変えたらいかがでしょうか。また審議を通じて閣僚の資質の問題も浮き彫りになっております。かつて日本の核保有を国家戦略として検討すべきだなどと述べた稲田朋美大臣は、発言を撤回することもなく曖昧な答弁に終始するばかり。その上、防衛政策に関する基本的な質問に正面から答弁することができず、防衛大臣としての基本的な資質に欠けております。自民党の悪しき体質である政治と金の問題も相変わらずなくなりません。先の通常国会で UR 都市機構に絡む口利き疑惑が浮上し、説明責任を果たさないまま逃げ続けた甘利大臣、それに加え今国会の審議では山本幸三地方創生担当大臣の口利き疑惑まで明らかになりました。 SBS 米価格偽装問題はTPP の影響資産の前提が変わるような大問題であるにもかかわらず、衆議院補正予算採決前にはまともな資料は出てきませんでした。これでは安倍政権は隠蔽体質、説明責任を果たしていない、そう言われても仕方ないのではないでしょうか。加えてTPP 特別委員会の理事であった福井照議員が TPP を強行採決で実現すると述べたことは与党のおごりと言わざるを得ません。ちなみに安倍総理は2012年の総選挙で TPP 断固反対を掲げたではありませんか。それが強行採決とは、国民を愚弄するにも程があります。米国の大統領選挙の動向を見極めもせずに拙速に TPP 承認を求めることは明白に公約違反であり、国益に反するものであります。東京オリンピックについては、当初7300億円程度だったはずの費用がいつの間にか3兆円にまで膨らむ可能性が明らかになっております。東京都が払えない部分については国の負担が増える可能性があるのに、まともな説明はありません。経済についても安倍政権は誠実に説明しようとはしませんでした。日本銀行は金融政策決定会合で総括的検証と称し、
2年で前年比 2% の物価上昇目標を放棄しました。これはアベノミクスなるものの大変更ではないでしょうか。そもそも第一の矢である異次元の金融緩和によりデフレマインドがインフレマインドに変わり、持っているとお金の価値が下がるので、企業は投資をする、消費者は消費をする、そのことで企業収益が上がり賃金は上昇していくと総理は説明しておりましたよね。しかし現実に起きているのは悪い物価上昇、実質賃金の低下による消費の低迷であります。また安倍総理は倒産件数が減ったと胸を張っていますが、自主廃業件数は過去最高の水準にあります。今年の6月、私の地元の商工会の総会の際に自主廃業を決めた方から言われたことがあります。廃業に至ったことは自分の経営努力がなかったと言われればそうかもしれない。しかしこんな厳しい経済環境で景気がいいなどと言っている安倍さんに会ったら現場を見に来いと言ってやりたい、こうお話になっておりました。これが日本経済を支えてきた、地方経済を担ってきた中小企業の経営者の皆さんの悲痛な叫びであり、ちなみにこの人は自民党の熱心な支持者でありました。アベノミクスなるものの実態であります。安倍総理、総理はこの悲痛な声をどう受け止めますか。いくら統計の算出根拠を変えたり都合のいい数字ばかり並べても決して実体経済は良くなってはおりません。安倍総理はこびりついたデフレマインドの払拭は簡単なことではないとして道半ばだと繰り返しますが、もはやデフレではないのならとっくに消費、投資、企業収益、賃金のすべてが上向き、経済は軌道に乗っているはずであります。安倍総理、一体いつまで道半ばなんでしょうか。アベノミクスなるものが道半ばなのではなく根本的に間違ってるんじゃないんですか。第三の矢とする成長戦略も中身の乏しい期待外れのものばかりです。アベノミクスなるものの失敗を認めず、経済は好調であると豪弁し、一方で世界経済にリスクがあるとして責任を転嫁するに至ってはもはや悲劇としか言いようがありません。都合の悪いことはどこまで人のせいにするんでしょうか。予算委員会の答弁でもたびたび見られましたが、安倍総理の答弁は責任転嫁と自己正当化のオンパレードで誠に見苦しい。そして残念ながら今回の補正予算に盛り込まれた経済対策は中身も筋悪です。目立つのは旧来型の大規模な公共事業ばかり。総理は以前、地方の活性化には時間がかかるから一時的に大規模財政出動が必要と説明していました。安倍政権の誕生からすでに4年、一時的であるはずの大規模財政出動がまだ必要というのは、アベノミクスなるものが破綻していることの何よりの証左であります。我々民進党は今後とも野党第一党の使命として安倍政権をしっかりとチェックしてまいります。そして日本経済を真に再生するには、国民の生活の安定による個人消費の回復とともに、今まで以上に個人の能力発揮を促す環境を整える必要があります。これまでも給付型奨学金の創設、保育士、介護士の給与引き上げなど人への投資に関する数々の具体策を提案してまいりました。今後もこうした提案を重ね、将来
自民党に代わって政権を担い、国民の皆様が安心して暮らせる環境、安心して働くことができる環境を守り、創造していくことをお約束申し上げ、私の討論といたします。ご清聴ありがとうございました。宮下一郎君。自由民主党の宮下一郎です。私は自由民主党無所属の会および公明党を代表し、ただいま議題となっております平成28年度一般会計補正予算第2号、平成28年度特別会計補正予算特第2号および平成28年度政府関係機関補正予算期第1号、以上3案に対しまして賛成の討論を行います。政権交代後、3本の矢の政策を進めることにより、経済の好循環は着実に回り始め、もはやデフレではないという状況を作り出すことができました。また、雇用・所得環境も大きく改善するなど、確実に成果が生まれていますが、アベノミクスは未だ道半ばであります。こうした現状認識に立ち、本年8月、未来への投資を実現する経済対策が閣議決定されましたが、これを踏まえ、デフレから完全に脱却し、しっかり成長していく道筋をつけるために、当面の需要喚起にとどまらず、民需主導の持続的な経済成長と、一億総活躍社会の着実な実現につながる施策を実行に移すものが、この補正予算であります。以下、この補正予算政府案に賛成する主な理由を申し述べます。第一に、1億総活躍社会の実現の加速に向けて直ちに実施する必要がある効果的な施策が盛り込まれています。例えば、子育ての環境整備として待機児童ゼロに向けた保育所等の整備の前倒しや、保育士の人材確保措置の拡充等を図ることとしております。第二に、観光振興や攻めの農林水産業に向けた21世紀型のインフラを整備することとしており、中長期的に成長していく基盤を構築するものとなっています。例えば、外国人観光客4000万人時代に向けて大型クルーズ船の受け入れ環境改善や羽田空港の機能強化等により、外国人観光客の受け入れ能力の向上を図るとともに、農地の大区画化や水田の畑地化等により農林水産業の競争力強化等を図るものとなっております。第三に、英国の EU 離脱決定に伴う不安定性、不確実性や新興国経済の動向といったリスクに備え、国内の中小企業、小規模事業者に対する資金繰りや経営力強化、生産性向上に向けた支援の拡充を図るとともに、地方創生推進交付金の創設と地域の元気を引き出す地方創生の本格展開に向けた取り組みを推進するものとなっています。第4に、熊本地震の被災地の復旧・復興への取り組みを一層充実していくとともに、東日本大震災からの復興の加速化を図る施策を計上しております。また、地震・豪雨・豪雪・自然災害に強い強靭な国づくりを進め、防災対策を推進するとともに、良好な治安の維持や厳しい安全保障環境への対応を図り、国民の安全・安心を確保するよう取り組むこととしています。以上、本補正予算政府案に賛成する理由を申し述べました。議員各位のご賛同を賜りますことを強くお願い申し上げ、私の賛成の討論とさせていただきます。
高橋千鶴子君。私は日本共産党を代表して第二次補正予算案に反対する討論を行います。はじめに120名もの犠牲者、2400名以上の重軽傷者を出した熊本地震から間もなく半年になろうとしています。この夏は一連の台風が列島を襲い甚大な被害をもたらしました。一日も早い生活となりわいの再建へ、補正による予算措置は当然のことです。台風10号に見舞われた岩手県は支援金対象外の半壊・床上浸水にも独自支給を決めました。被災自治体の独自支援策を応援すること、被災者生活再建支援金を最大300万円から500万円へと引き上げ、対象を一部損壊以上に拡大するべきです。日本の食糧基地といえる北海道の甚大な被害、東日本大震災からの復興途上の災害でもあり、大震災時と同等の農林水産業、中小企業支援を求めます。ここ十数年は国内も世界的にもかつてない災害が連続する中、予報と避難指示の確実な連携、現実的な避難計画、住宅とインフラ施設の耐震化、常習地帯の優先的改修など総合的な防災対策が急がれると考えます。本予算案は事業費規模28兆1000億円の経済対策に基づき3兆3000億円を計上しています。アベノミクスで経済の好循環が生まれていると言いながら、なぜ政権発足以降最大規模となる経済対策なのでしょうか。今日本経済は一昨年4月の消費税増税による個人消費の落ち込みと底打ちが米英かなど主要国に比べてもずっと長引いています。本来なら賃上げや社会保障の充実など国民の懐を直接助ける予算を組むのが政治の道です。ところが本予算案は国民生活にとって切実な課題はほとんどないか先送りさせる一方、リニア新幹線、港湾、道路建設などの新規大型開発を新たな借金で賄うものが中心となっています。これでは消費が落ち込んでいる国民の暮らしの立て直しに役立たないばかりか、自然環境の破壊が進み財政再建も困難になるなどの新たな弊害をもたらしかねません。以下具体的反対理由を述べます。第一に、補正予算案の1億総活躍社会、働き方改革と謳う予算案の大部分は低所得者向け臨時福祉給付金3685億円です。年6000円を消費税増税までの2年半分一括支給するものですが、たった1回1万5000円をもらっても消費税が 10% になれば1人2万7000円の負担増になるのです。予算額の大きさに比べ極めて効果は薄く、そもそもなぜこの予算が働き方改革の枠なのか意味が分かりません。低所得者ほど負担の重い逆進性が強まる消費税増税は延期ではなくきっぱりやめるべきです。日本共産党は税金の集め方、使い方、働き方を変える3つのチェンジを提案しています。待ったなしの保育士の処遇改善は補正予算案では見送られ、概算要求でもわずか 2% の賃上げを事項要求にとどめました。介護人材については来年度から月1万円増を目指すとしていますが、介護報酬の引き下げはそのままです。
介護離職ゼロを言いながら病院からも施設からも追い出し、家族に押し付ける介護保険解約は絶対やめるべきです。また大企業のリストラを後押しする労働移動支援助成金の再編強化の雇用対策は容認できません。とりわけ力のある企業には各種助成金で誘導するよりもルールを決めれば良いことであります。第2に JR 東海のリニア中央新幹線の開業前倒しや大型のクルーズ船が寄港できる港湾整備と首都圏の道路建設など新規大型開発事業へ大盤振る舞いの内容となっています。しかも財源は建設国債を2兆7500億円も新規に増発し、加えてリニア新幹線建設のために財政投融資で1兆1500億円もの財投債発行など国の借金を莫大に増やすものです。日本銀行が国債を買い支えるゼロ金利維持の下での新たな借金増加は我が国の将来の財政と金融を再建困難な状況へ追い込むことになりかねません。第3に軍事費は安保法制が施行された下で日米一体で軍事体制を強化し東アジアの緊張を高めるものです。しかも P1 哨戒機や F15 戦闘機をはじめその多くは次年度以降の歳出化経費の前倒しであります。経済対策に名を借りた軍事費の先取りであり到底許されません。最後に今国会冒頭輸入米の SBS 価格偽装問題が発覚しました。 TPP で輸入米が増えても同量の国内産米を買い入れるため市場に影響はないとしてきた大前提が崩れたのです。しかも採決する今になっても農水省の調査結果は提出されておりません。まして概要版の和訳で提出された協定書は18箇所も誤りが発覚しました。そもそもこのような状態で審議に付すという資格すらないと思います。改めて TPP 批准は絶対にするべきでありません。以上で討論を終わります。井上秀孝君。日本維新の会の井上秀孝です。私は我が党を代表して平成28年度一般会計補正予算第2号ほか2案に賛成の立場から討論をいたします。5月末の伊勢志摩サミットでの議論も踏まえ経済対策として編成されたものでありましたが、今現在国内の消費投資が低迷しており世界経済の見通しも不透明の状況であります。特に消費は2年前の4月の消費税増税以降低迷が続いております。雇用は改善をしているもののこれが消費の伸びにつながっておりません。設備投資も輸出も4月から6月はマイナス成長であります。昨日発表された日銀短観でも景況感は2期連続横ばいで景気の足踏み状態が鮮明となっている現状を考えるとこの時期の景気対策には合理性があると考えます。今回の補正予算案ではインフラ整備や1億総活躍社会の実現に向けた施策を盛り込んでおります。特に総額 4.5 兆円のうちインフラ投資と災害対策の合計額が 3.4 兆円となり全体の4分の3を占めております。インフラ整備につきましては既得権へのばらまきにならない、そして将来世代への負担がいたずらに増えないように事業についてチェックするとともにその効果を厳しく精査されるべきであります。今回の補正予算案で2兆7000億円の建設国債が
発行されることは、財政規律の観点から疑問の余地はございますが、その一方で、東京一極集中による地方経済の衰退は放置できません。このため、リニア中央新幹線の全線開業を最大8年間前倒しにするための財政投融資で、低利融資を行うことに関しましては、賛成であります。本事業は世界にも例のないスーパーメガリージョンの形成を可能にするもので、JR 東海が企業経営の観点から精査した事業となります。低金利状況での融資は、将来世代への負担も比較的小さくなり、何より東京、大阪のみでなく、多極分散型国家実現の大きな一歩になると考えます。東日本大震災をはじめとした震災からの復興も道半ばであります。熊本地震におきましては、特に被害の甚大だった益城町では、いまだに極めて劣悪な住環境で過ごしている方々が多数おられます。国内景気が回復しない中でもあり、災害復旧予算についてはまだまだ十分ではないと考えます。我が党は政府の財政運営については全面的に賛成するものではありません。政府は今後、納税者の視点に立ち、身を切る改革をはじめとした徹底的な行財政改革による歳出削減を行うべきであると考えます。我々は議員の身を切る改革、公務員人件費の削減、そして教育無償化など、すでに11本の法案を参議院に提出をさせていただいております。特に教育無償化につきましては、国家公務員の人件費2割を削減するだけでも1兆円の財源というのが確保でき、未来への投資として幼稚園、保育園から大学までの教育無償化の実現が大きく前進するはずであります。こうした行財政改革、デフレ脱却というのがない限り、消費税増税はするべきではないというふうに申し上げておきます。繰り返しになりますが、我々は現下の経済状況での景気対策、リニア前倒し、熊本をはじめとした復興のための予算は必要であると考えます。我々が指摘した問題点につきまして、今後、誠実な対応を強く要望し、我が党は平成28年度一般会計補正予算第2号ほか2案に賛成をいたします。これにて討論は終局いたしました。3案を一括して採決いたします。3案の委員長の報告はいずれも可決であります。3案を委員長報告の通り決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、3案とも委員長報告の通り可決いたしました。議長、笹川博之君、議案調停に関する緊急動議を提出いたします。内閣提出地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め
その審議を進められることを望みます。笹川博義君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。委員ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は地方財政の状況等に鑑み、平成28年熊本地震による災害及び東日本大震災にかかる復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応するため、平成28年度分の地方交付税の総額に675億円を加算する措置を講ずるものであります。本案は本日本委員会に付託され、高市総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の等に決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。